いや、じゃあこっち見んか。あ、じゃあ家ないんか。えらい綺麗な。一個入る？真っ暗になってきた。え、めっちゃ綺麗で。すごい怖いな。これどこ、いつまで使われてたの？綺麗な。かろうじてまで明かりがある。あ、でもここで終わりや。2階建てなんや。そう、入ってみるか。ベッド置いてある。あ、本当や。え、なんかめっちゃ綺麗やから泊まれるやん。言うたらあかんのちゃうこれ。すごいな、テレビ振る。まあでも、なんて言ったらいいの、こじんまりやから。ああ、まあこう一緒やな。どうしようかな。あ、このソファーさ、このソファーそこと一緒や。うん、出づらいんじゃない。うわ、これ何、乗れん。え、おっさんの口笛じゃん。え、入ってるやん。これ誰？
ほんまやな。あ、ちょっと映されへんもん。よし、大丈夫。なんか大丈夫。これ。全然映されへんて。なんで？だって飲まれるよ、場所。これ持って。やばい。ほんまほんま。だってもうこれさ空洞やし、こうボコボコやねん。どうする？いけるか。こんな感じ。一歩一歩行ってみて。いやあかん、無理やろ。ちょっと向いて。下空洞やから。うん。なんか虫がついてるような気がする。大丈夫、ついてないよ。無理無理。やめとこう。また踏んだ。行こう。行けるような気がする。ミリミリって言ってまたバンって。そこだけ。だからこっちちぎったらいいんちゃう？おらへんねんから、ほら。ほら。うん。これでええな。くそ。あれは？手出すよな。お風呂残念やったな。これこれ。あのダイエットしても無理っぽい。っていうかもう暗い時の蜘蛛の巣一番怖い。いいね、お家帰りたい。いた。わわわわわ。めっちゃ真っ暗やん。やめた方がいい。見えるやん。誰がおんの？家ないのに。どこ？ゆちゃちゃない。そんなん誰も見んよ。車のライトやと思うってな。やめた方がいいですね。何でそんなこと言ってくれる。うん、帰るわ。狭かったな。うん、24時間って書いてるな。夜や。何分ぐらい？5分ぐらい。練習したかな。何の声？怖いわさっきから。何の声？獣おるんちゃん。なあ。あれ獣の声やろ。あんな声するだって。鳥ではない。あれ何やろ。肉球系かな。え？いや、肉球ちゃう。あれ。猿？違うんだ。子供かな。子供？